青み岡田西はヤマタニシカに分類される陸生海類の一種。南西諸島及び台湾、パプアニューギニアの各地に分布する。しかし、奄美群島では絶滅したと考えられている。主に石灰岩地域の森林内に生息するが、公園や農地周辺等の人の生活の近い場所でも確認することができる。樹上性の巻き貝で樹木の幹肌や葉の裏、月頭や クワズイも塔の双本に付着している。陶器には臨床のリカー内で生活する。餌は樹皮につく苔など。その名の通りすき通るような緑色をしており、他の陸生貝類と見分けがつきやすい。この緑色は殻ではなく本体の色で、殻は白色を呈した半透明である。そのため、四角の色は乳白色であるので注意が必要である。核工部。 蓋がついている。私有遺体で大きさは体が15ミリメートル前後、角径15ミリメートル前後。殻は薄く、形状は丸みを帯びた円錐型で、拡張は尖る。殻口は円形で、円は外に反り返り、蓋を持つ。この蓋を持つことも一般的なカタツムリ類との大きな違いである。この蓋はカタツムリの中身が出た際には後方に開く。また、 カタツムリの多くが触角を二体持ち、その先端に目をつけるのに対し、本種は触角が一体で、目もその気分につける。沖縄方言では、オールウチンナンというが、オールウは青い、チンナンはカタツムリという意味である。美しい色をしているため、野生個体が採集され、ペットとして飼育されることがある。純絶滅危惧2007年公表の新レッドリストから掲載されている。 鹿児島県版ネットデータブック絶滅沖縄県ではよく観察することができるが、鹿児島県では近年沖縄県からの偶発的な持ち込みによる個体しか確認されておらず、絶滅したと考えられている。また、沖縄県でも公園など人の生活場所に近い生息地では、下草の除去などにより土壌環境の悪化、人による採集、アフリカマイマイ等の移入種との競合や郊外ビルの 仲間等の外来捕食者の影響が懸念されている。ありがとうございます。